宮城県内を中心に学校給食や業務用食材など皆さんの食を支える企業があります。絶え間ない企業努力で毎日食べても飽きのこないメニューをお客様に届けています。今日より明日向上心、昨日の続きを今日するんじゃなくて今日よりも明日、常に、昨日10個だったら今日11個やろう、明日は12個やろう、そういったふうな向上心を持って現場に向かってほしいなというふうな話をさせてもらっています。1960年創業のマルヒ食品は大崎市に本社を構えています。地産地消の推進と食料自給率の向上を目指し、地元宮城の新鮮な食材でこだわり抜いた商品を製造し販売しています。主に学校給食に携わってきましたが、時代の変化とともに新たな市場にも参入し、介護食や冷凍のお弁当、離乳食、ペットフードに至るまで常に挑戦を続け、業績も右肩上がりで伸びています。ゼロ歳児から高齢の方々までの食事を作ってるんですけれども、工場で働く人たちによく言うのは、例えば魚の切り身、もう5000枚とか1万枚切ってしまうと、それこそ1000枚の中の1枚、5000枚の中の1枚になってしまう。ところが食べるときは一人一人が一個一個食べるわけです。これを食べた時の人の笑顔、それを想像しなという話をしています。マルヒ食品では社員の年齢が18歳から75歳と幅広いため、キャンプ風の休憩所を設置し、コミュニケーションが取りやすいように工夫をしています。違う雰囲気で食事をする、違う雰囲気で、お話をする、そんな環境になってくれればいいな、そんな思いです。年齢層が広いんで、いろんな人とコミュニケーション取りながら仕事できるので、それが楽しいですね。皆さんとても優しいので、その働いてて苦痛になったりしないので、本当にいい会社だとは思います。うまくコミュニケーションが取れるようになったので、全然楽しいっていうか楽しくできてますね。わからないところも優しく丁寧に教えてくださるので、すごい働きやすい環境だと思います。自分はコミュニケーションがやっぱり苦手なので、うまく話せなかったり説明できなかったりすると、話のすれ違いが起きてしまうことがあるので、やっぱりコミュニケーションの大切さをすごく学びました。自分が携わった商品で多くの方たちが笑顔になっていけるように頑張っていきたいと思います。社員の中には、子どもの頃に食べていた給食が好きだったことが入社のきっかけになった方もいます。仕事をするときに、自分一人じゃ最後まで一人でやるのは大変だけど、会社全体でバトンみたいな感じでこう流していくっていうのを教わって、で自分がこう一番最初にたくさん頑張れば他の人がこう楽になるっていう、自分の中では会社全体をこう一つのなんか 木みたいな感じで、まっすぐ意見を通せるような、上司の方々にこう聞きやすいような環境を作りたいなとは思ってます。マルヒ食品はこれからも新たな市場に参入し、挑戦し続けていきます。学校給食っていうのは、いただいたメニュー注文、こちらから作ってお届けをする、受け身の状態です。で、これからやっていきたいのは、こちらから発信していく、そんなふうな商品作りというふうなことでやってます。楽しく働かないとこれ意味がない、いやあそこで働いてよかったって言っていただける、そんな会社にしていきたいなというふうに思います。マルヒ食品は、一緒に思いを込めて美味しさを届ける新しい仲間を待っています。